ちです。こんにちは、今日はゲストに、恋愛アドバイザーのさきさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。嬉しい。私のチャンネルをご覧の方もみんなつさきさんのことを知ってると思う。あ、本当ですか、はい、嬉しい。結構あれですね、みんな一緒に見てくれてる。そうですね多分そうですよね、はい、みんな結構、うん、私のところでもあのさっチャンネル見てるっていうお話結構聞くので、はい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ楽しみにしております。さきさんはいつもこう恋愛系の発信をしている、ね、そうですね、はい、私の相談に関して言うと、うん、やっぱ復縁が多くて、うん、復縁やっぱ一番多いんですよね。で、その後、うん、あのビッチな女の子の見分け方を教えてくださいとか、ホテルへの誘い方を教えてくださいとか、はいはい、そういう、あと、まあ、彼女できたことないんですけど、うん、どうしたらいいですかとか、なんかそういう相談がすごく多いです。復縁ってその男性側からですか、女性側からですか、どっちが多いんですか。両方多いんですけど、はい、そうですね、今まで、うん、YouTube するまでは、はい、女性から男性に対して復縁したいっていう声が圧倒的に多いと思ってたんですよ、はい、うんうん、だけど YouTube って男性視聴者がすごく多いじゃないですか、うんうん、はいはいはい、でそこで見たら意外と男性から復縁したいっていう声結構多くて、ないですか、復縁に関する相談。私ないです。そうなんですね、セックスしかないですそうだったそうか。でもやっぱなんか男性の方がちょっと引きずるっていうのは、あ、そうですね、やっぱあるの、それはあるんですか。あると思います。あの、まあ、男性のタイプにもよるし、うん、絶対に無理っていう方もいらっしゃるんですけど、うん、でもね、男性と女性比べると男性の方が優しくないですか。あ、そうかも。ですよね。女性の方が結構その別れた相手に対して特にシビアというか、そうですね、あの、もう本当にすっごくいい人とか、うん、まあ、別れ方が本当に綺麗だった場合は、うんうん、まあ、あの、まあいい人っていう人もいるけど、はい、大抵嫌だったこととか、うん、ダメだったことを中心に覚えてる女性の方が、わー、それ分かる、多いですよね。もう本当に嫌いになって別れちゃうんですよね。そうなんですよ。そう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 、うん、なんかあの別れるまでにめっちゃ我慢してて、うん、そう、ね、分かる、でこう頑張ってなんか関係を修復しようと頑張るけど無理だったっていう着地点で別れるから、うん、女性って特にそうですよ、ね、もう無理だと思ってる方が結構、うん、確かに。でしかも男性って女性がその限界で無理だって思うまで気づかない方多い。そうなんですよそうなんですよ、ね、女性の、ね、言い方も悪いっていうか、うんうんうん、あのぬるっとしたニュアンス ね、ストレートに言わないから、そうなんですよ。そうだから気づかないっていうね、ことがあるんですけど、でもそうですね、結構男性側からの復縁したいっていう、すごく多いですね。なんで、あ、そうそう、私あの最近あの復縁診断テストっていうのを始めて、はい、うんうん、面白い、あの、あ、無料でできるんで、はいはい、ただ男性向けではあるんですけど、はい、あのその復縁診断テストで、うん、なんで始めたかっていうと、あのどれぐらい、何パーセントぐらい復縁できると思いますかっていう相談めっちゃ多いんですよ。あ、この状況でパーセンで知りたいんだ。そうなんですよ。復縁ってできますか、うん、とか、うんうん、復縁ってどれぐらいの確率で成功すると思いますかっていう相談がすごく多いので、はいはい、自己診断してもらえたらなと思って作ったんですけど、うん、あのそれも結構な方にやっぱりこうご活用いただいてるので、うん、そこから考えてもやっぱ男性の復縁したい率結構高いなと。はいはい、そうなんだ、うん、復縁したい方はぜひ、あ、ぜひぜひ無料で使えるので使っていただけたらと。面白そうだな、それ女性向けもね、ちょっと作りたいなと思ってるんですけど、はい、だから、いや、そんな津崎さんに今日はですね、はい、あの私はもうほとんどあのいただくご質問は、うん、まあ、セックスに特化したものになるんですけど、うん、はいはい、なんか私もすごい興味があるなって思ったのが、やっぱそのデートをする中で、うん、どういう風にセックスに誘っていったら、はい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 、女性はこうなびくのかとか、そういうところ知りたい人すごい多いと思うので、なんかあの私の中でやっぱそのセックスに誘うって言っても、やっぱ女性はこうモチベーションが大事だから、もうその会った瞬間から始まってる、セックス始まってるぞぐらいの意気込みが大事なのかなって思うんですけど、なんかそのあたりってどうですか。そうですね、もうおっしゃる通り、もうあのデート中、デートで初めて会った時からやっぱスタートしてるものなので、もう最初もその第一印象で、まず清潔感とかやっぱ大事ですよね、うんうん、この方とあの一夜お共にしてもいいかどうかっていうのはもうほぼそこで判断されちゃうので、
よっぽどじゃないですか、すっごい自分が例えば、うんうんうん、酔っ払って、はい、あの感覚が麻痺してるとかで関係を持つってことはあるけど、だいたい初対面から、まあ、この人とできるかできないかってかなり判断されてますよね。そうですね、確かに見た目では、うん、見た目でもいいなって思ってたら、うん、相当なことをやらかさない限りは、そう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 、もういいなが続きますよね。ですよね、うん、だからやっぱ最初からめっちゃ大事なんですよね。そうか、じゃあまずは見た目を、そうですね、気をつける、はい、あのできるだけどっちか白服にしたらいいと思ってます、はい、あ、上か下どっちか、はい、T シャツ、あのそれもなんか変な柄とか入れずに無地、うん、無地の白、白のシャツ、うんうん、あと青かな、どっちかがいいか。それはなんか清潔感とか。そうですね、やっぱりね、うん、あの日本人の女性が好む色、うんうん、それを清潔感だ、清潔があるって判断する色って、うん、まあ、大体そういう系のパッと見て清潔感を印象付けられるような色合いなんですよ、うんうんうん、だから、まあ、男性とかだと黒とか茶色とか選びがちなんですけど、はいはいはい、うんうん、爽やかさっていうのはやっぱすごく大事にしなきゃいけないので、白のシャツ、それもあのシワが、シワあったら嫌だですよね、うん、あと黄ばんでないかとか、うん、まあ、染みついてないかとか、そういうの気にしてもらって、はいはいはい、まあ、白のやっぱ T シャツがいいかなと思います、うん、確かにこれから夏だし、そう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 、うん、あと靴、はい、靴もあの泥汚れとかボロボロとかはダメですね、うん、それはやっぱめっちゃ見て、靴何気に見ますね、ですよね、見る、靴結構見てるので、うん、靴がどれぐらい綺麗に保っててるかで、うん、かなり清潔感っていうのは印象付けられるかなって思います、はい、うん、靴見るな、確かに、うん、ですね、へ、そっか、じゃあ登場して、うん、なんかその待ち合わせしたとして、はい、まあ、そういう外見を気をつけた状態で、はい、来るじゃないですか、うん、その待ち合わせして、そこからじゃあお店に行くまでのシーンで、うんうん、何かこう気をつけるポイントとか、女性がこういいなって思うポイントとかってありますか。そうですね、どうやって行くかにもよるんですけど、うん、まあ、あの歩いてお店まで向かうという状況だったら、うんうん、はい、まあ、やっぱ車道側を男性が歩くっていう気遣いは、うん、スマートスマート、そうですね、大事ですよね、うん、でもこの時にあの接触はしない方がいいかなと思います。段差とかで、うん、あのヒール履いてたらね、ゆっくり歩いてあげるっていう配慮は絶対大事なんですけど、うんはい、そこでこうあの、まあ、例えばこう触りに行くとか、はい、触りに行くあの、まあ、ことばかり、そう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 、手つなぐとかうん、うん、結構、まあ、特にその今夜絶対に決めたいと思ってるタイプは、うん、あの最初からこう手握りに行ったりとか、やりそう、やりそう、やっちゃうんですよ、はいはい、でもそれはやっぱあの気持ち悪いとか嫌だなって思われちゃうので、うん、なのでその時点では、うん、あくまですごく仲のいい友達というスタンスが、うん、あ、そうなんだ、うん、大事かなと思います、はい、まあ、その女の子がめちゃくちゃ最初からセックスしようという関係で集まったなら、うん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 、まだそれは別なんですけど、はいはい、じゃない、まあ、一般的な普通の出会いだった場合は、うんうんうん、すごく仲のいい友達という関係をやっぱりまずは、うん、構築するべきですね。やっぱ最初からぐいぐいこの人私の体は目的なんやなっていう態度で来られると引いちゃう、うん、確かに警戒するかもしれないですね。あ、そうなんですよ、そうそう、うん、ちょっと嫌なので、はい、そこは大事かなと思います、うんうん、なるほど、うん、むやみに触らない、むやみに触らない、で車道側を歩く、はい、あと、相手の女性が何履いてるのかですね、うんうん、ヒール履いてるのかスニーカー履いてるのかっていうのをやっぱりちゃんと見ることですね、はい、うんうん、へ、うん、そっか、え、じゃあなんかお店選びとか、あ、お店選びは絶対に横並び、へ、あ、向き合うじゃなくて、はい、向き合うじゃなくて、まあ、今ちょっとあのアクリル板あるじゃないですか、はい、うんうんうん、でそれってかなりこう心理的距離を遠ざけてしまうので、うん、なのであの横並びのお店がいいですね、うん、まあ、そんなにこう、うん、あの高すぎるお店じゃなくてもいいけど、うんうん、できたらチェーン店の居酒屋とかはやめた方がいいかなと。あ、でもなんかチェーン店予約したよって言われると、うん、なんとなく残念だけど、ね、いや、そうなんですよそうなんですよね、なっちゃう、そうなんですよ、うん、あ、別にチェーン店が悪いわけじゃないですけど、うんうん、でも女性って自分には価値があると思わせてほしいですよね、うん、そうですね、うん、だからチェーン店とか、うん、まあその
まあ、安いリーズナブルなお店っていうのは、うん、もっと仲良くなってから行くべきかなと思います。あ、そうですね、最初の段階では、うん、あ、この人は私のことすごく価値があると思ってくれてるんだなって思うお店選びがいいですね、うん、なるほど、うんうんうん、かなと思います。はい、で横並びで、はい、横並びで、うんうんうん、で横並びって自然と肩が寄り添う形になるじゃないですか、はい、うんうんうん、でそこでべったりくっつきにはいかない方がいいけれど、はい、でも相手もなんていうかこう自然に寄り添えるという形になるので、うんうん、はい、対面でいるよりもかなりこうなんていうか近い存在として認識するようになります、うんうん、はい、だから絶対横並びですね。うんうんうん、なるほど、うん、そっか、じゃあ徐々になんか心の距離がこう縮んでいくっていう感じですかね。そうですね、はい、で、カバンを間に置くってことがあんまりないじゃないですか、はいはいはい、だいたい椅子の下とかここにかけてくださいって言われるお店が多いので、はいはい、カバンがね、こうなぜこう間に何かものがあるとか、うん、こう距離が離れてるとかだとなかなか仲良くなりづらいんですけど、はい、何もない状態で横並びっていうのは、うん、すぐに仲良くなりやすいので、はい、なので、何もない状態の、一緒の椅子よりは、うん、できたらでも別々の椅子の方がいいのかなと思います。へ、なんか結構気使いません？同じ椅子に、確かに、じゃあこういう感じの椅子の方がいいんですか？そうですね、こんな感じの椅子の方が、うん、気を使わないので仲良くなりやすいかなと思います、うんうんうん、そっかそっか、うん、へー、でそこで、うん、今夜絶対決めたいと思うなら、うん、絶対にハイタッチするっていう流れに持っていってほしいんですよ。ハイタッチ、そう、面白い。そう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 、はい、なんでかっていうと、うん、やっぱりこう体の関係を持つからには最終的にはイチャイチャするという方向に持っていきたいんですね、うんうんうん、でイチャイチャするのに突然肩を抱くとかは、うん、やっぱびっくりするし、はい、嫌なんですよ、うんうんうん、でそれがお酒をたくさん飲んでめちゃくちゃこうお互いに盛り上がってる空気が作れてるならいいけれど、うん、そんなに相手もお酒を飲まないっていう場合、はい、特にその女性で全くお酒飲まないっていう方もいらっしゃるので、うん、そういう場合にやっぱ手を触るっていうのはかなり重要というか、うん、でハイタッチって触るけど一瞬じゃないですか、うん、そうですね、なので、うん、相手的にそんなにこう負担にならない、気持ち悪さも感じないし、うん、はい、でハイタッチする環境って楽しいじゃないですか、うんうんうん、だからその方向性に持っていくっていうのが大事です。どういう流れで具体なんかありますか？なんか一番いいのは、うん、美味しいものを食べて、うんうん、めっちゃ美味しいって相手の子が言ったら、うんうん、俺もそう思ったって言って、うん、イメージの方がいいと思います。スムーズですよね。今すごい楽しくなってきちゃった。めっちゃ楽しくなってきた。そんな感じで、はい、話が合うねとか、うんうんうん、何でもいいんですよ。わー、いいですね。でもいい、でもハイタッチしたらなんかすごくこう楽しい気持ちになってきますよね。楽しくなる。しかもなんか相手のことを好意持ってたら、そう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 、もっと触ってたら、そう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 、一瞬だけみたいになりますね。そうそうそう、あ、そうなんですよね。いいな、それ。やっぱ女性をドキドキさせないというか、ので、はい、うん、なのでなんか触れるけど、うん、べったりじゃないっていう環境が、うん、あ、その地出し、そう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 いいですね。そうなんですよ。間でこう一緒にメニューを見るとかすると、うん、メニュー見るときってこう寄り添う形になるじゃないですか、はいはい、そんな感じでこう徐々に距離を近づけていくというイメージで相手とのこの、はいはい、この間を狭めていくっていう感じですね。いいですね、うん、それ。まあ、お店の中で手つなぐまでするかどうかは微妙なところなので、相手からこう触ってくるとかだったらいいけど、はいはい、そうじゃなければ手つなぐとかまではやりすぎかなと思います。あ、うん、どうしても手をつなぎたかったら、うん、俺手相見れんねんって言って、うんうんうん、手を見る。わー、ドキドキするやつだ。ですよね、あれドキドキしますよね。すごいドキドキするやつだ。ちなみにこれは見れなくてもいいんですよ、うんうんうん、あー、こういう感じで、はい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 、あ、なるほどなるほどみたいなことを適当に言ってえ、見れんのって聞かれたら、あ、全然見れへんっていう感じで大丈夫。ちょっとそこでギャグセンスもあるみたいな。そう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 、あー、やっぱね、
ね、大事なのは、うん、この人私の体目的じゃないんだなって思わすことと、うんうんうん、楽しいって思うことですね。あ、楽しいの大事ですね、うん、ですね、うん、まあ、お店ではそれぐらいでもう十分かなと思います。 あとはもうあのお互いに楽しむ、はい、ね、なんか結構男性からその導入までの流れでいただく質問で、うん、その1軒目で決めた方がいいのか、ね、2軒目に行った方がいいのかとかあるんですけど、うん、まず1つ目は、1軒目でやった方がいいのか、うん、2軒目で決めた方がいいのかっていうのと、うん、もう1つはその初めて誘うときはホテルに誘った方がいいのか自分の家に誘った方がいいのかっていう、あ、これ迷うところですね。教えていただきたいんですけど、そうですね、ね、やっぱ安全に行くなら2軒目行った方がいいです。あ、ざっくりした流れを言うと、まあ、1軒目でハイタッチをしてかなり、うん、あの心理的距離を近づけます、はい、で、お店を出た時にあの段差とかで手を差し出して、うん、でそのまま手をつなぐ、はい、ね、階段とかで手をつなぐ、はいはい、危ないよって言って手をつなぐ、うん、でそこで相手の女性が握り返してくれるとか、うん、かなりこっちにべったり寄り添ってくるっていう場合は、うん、そのまま、まあ、ホテルの方向に歩いていく、でその女性の足が止まらないかどうかで判断したらいいかなと思うんですけど、うんうん、はい、あんまりハイタッチできなかった、もしくはそこまで盛り上がらなかった、うん、でこうメニューを見るときもやっぱ相手はかなり遠慮しているように感じる、うんうん、あと、うん、あのまあすごくこう一般的なというかみんな知ってる、まあ、はい、みんな知ってるかな、ほぼ知ってる人が多いかなと思うんですけど、はい、あのこうグラス、相手のグラスに近づけて、はい、うんうん、で相手がこうやって置いとくと、で、はい、相手がそれを嫌がる、ちょっとこうあの遠ざける、はい、素振りをするかどうかで自分に対してどの程度信頼してるかが分かる。面白い、初めて聞きました。ので、うんうん、なので心配な場合は、うんうん、そのテストしてもいいかなと思います。それ多分みんなしますよ。ね、気になるもんめっちゃ。そう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 。うん、いやこれね、無意識にちょっとこう抵抗感じてる人とか、あのなんかグラスを間違われたくないなって思う人って外すんですよ。でもグラス間違われたくないなって思う相手と寝ようと思ってる人はいない。うん、無理ですね。ですよね。うん、だから心配だったらテストした方がいいです。でそのテストで。特に相手の女性がそんなに気にしてないという場合は、はい、うんうん、そのまま、まあ、もうちょっとゆっくり喋りたいからみたいなことを言って、はい、あのホテルの方向に歩いていくっていうのはありかなと思うんですけど、はい、うん、そこまで1軒目でうまいことできへんかったなとか、うん、自分自身もまだちょっと緊張してんなっていう場合は2軒目行った方がいいですね、うんうんうん、できたらカラオケがおすすめです。カラオケは何でですか？カラオケは、うん、あのね、まあ、その後どうやってこうイチャイチャに持っていくかなんですけど、うんうんうん、カラオケって点数あるじゃないですか、はい、歌って何点、はい、うん、でうまいこと歌えたらほっぺにチューさしてよとか、手握らしてよみたいな、ゲームを織り交ぜてやっていくっていうのが、うん、まあいいのかなと思いますね。でもそのゲームに乗ってきた時点でもう OK ですね。そうなんですよ、うん、分かりやすいですよね、うん、であのこうどんどん距離も近づいてくるし、うん、お互い楽しいし、うん、なのでやっぱりこうそういう要素を入れてた方が誘いやすいかなと思います。確かにそれでも、うん、なんか自分とチューしたいがためにそんなに頑張ってくれてるのっていうのにちょっとキュンとしますよね。そうなんですよ、うん、そう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 、ただあのなんかそれをやりすぎて、うん、やり慣れてる感出すぎんのもまたちょっとね、みんなにやってるみたいなって思われちゃうので、あの別にその手慣れた感じでやらなくてもいいですね、うんうんうん、どっちか言うと恥ずかしそうにやるとか、うん、っていうぐらいの方が女性的に好感度高いかなと思うので、うんうんうん、確かにそうですね、うん、なのであのすごく心配だなっていう場合は絶対2軒目行った方がいいですね、うんうんうん、でそこで、うん、まあ体を触るまではまあちょっとしない方がいいかなって思うんですけど、うん、あ、体を触るっていうのはその敏感なところを、うん、例えばおっぱいを揉むとかというのはやっぱちょっとね、うん、ちょっとなって思うんですけど、うんうんうん、キスぐらいはいいかなと思います、うん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 、だからそれぐらいで止めた方がいいですね、はい、あ、なんか結構2軒目でやりすぎちゃって女の子がイチャイチャするということに満足して帰っちゃうっていうことがあるので、うんうんうん、なので、まあ、ここやし、うん、
まあこんなもんかぐらいの、はい、ちょっとこうドキドキというか、うんうんうん、という程度にしとくのがいいかなと思います。あ、2軒目でキスまでできたらまあほぼほぼいけます。そうですよね、うん、確かに、うん、キスした相手とねその先がないっていうのは、そう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 、うん、別にバーでもいいんですけど、バーの場合はそうだな、やっぱまあお酒を飲んで、うん、こうどれぐらいいい雰囲気でいられるかですね、うん、ロマンチックな雰囲気でいられるかっていうのが大事なので、うん、下ネタ言わないっていうのと、うんうん、でもあと相手の女の子がお酒を飲めへんかった場合はやっぱちょっとバーはやめた方がいいかなと思いますね、うん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 、かな、やっぱおすすめはカラオケですね、うんうんうん、そうですね、うん、なんか分かり、この後行けるかどうかっていうのがすごい分かりやすい。そうなんですよ、そうですね、そうカラオケってめっちゃ分かりやすいんですよね、うんうんうん、まあ半個室だけど、別に相手の女の子が嫌だったら帰れる環境じゃないですか、うん、そうですね、だからなんか安心感があるというか、うん、なのでカラオケやっぱいいかなと思います、うん、なんか変なチェーン店の居酒屋に軒目行くよりは、うん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 、カラオケかな。あ、でもそうですね、確かにと思いますね。へえ、そっか。じゃあ、うん、その次に行くのはホテルがいいのか。そうですね、 お家に、うん、できたら私はお家の方が誘いやすいと思いますね、うん、どっちでもいいんですけど、うん、でも相手の女の子が自分に対してなんかねどう思ってるか結構大事で、うん、遊んでるやろって思われてる場合は、うん、自分の家に誘った方が成功率高いし、うんうん、まあ、真面目なタイプって思われてるんだったらどっちでもいいかなと思います、うん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 、でも女の子の気持ちが冷めてしまわないというのは大事なので、はい、場所よりも距離、ホテルの方が近いのか自分家の方が近いのか、あ、確かになんかそっちの方が大事かな。遠かったら嫌だ。そうでしょ。そうなんですよ。電車に乗ってその山手線を一周しやなあかんとかはきついじゃないですか。確かに。その時点でいいちょ帰るわってなっちゃうんで。そうですね。あ、そっか、距離大事ですね。距離の方が大事だと思います。まあでもね、ホテルよりは家の方がまあ、誘いやすいっていうか、うん、今日なんかこの後一緒にこう録画してる映画見いひんとか、うん、あの番組見たいから一緒に帰って一緒に見ようやとか、はい、なんかそういう、まあ、誘い文句出やすいかなって、うん、なんか家の鍵閉め忘れたかどうかちょっと心配になってきたから一緒に見に行ってくれへんとか、 とか、まあ、いろいろ言いやすいかなと思うので、うんうんうん、家の方が多分誘いやすいですね、うんうんうん、でもなんか彼女がいるとか何かしらあるなら、まあ、元カノのものめっちゃ置いてあるとか、あ、それはダメだな、そうです、ね、絶対嫌だ。ちょっとそういうのがある場合は、うん、家はやめた方がいいかなと、うん、ちょっと汚いぐらいやったら全然いいけど、他の女のものがあるとかは、うんうんうん、ちょっとダメですね。そうですね、うん、それ嫌だなですね。そこはちょっと気をつけた方がいいかなと思います、うん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 、あ、なるほど、うん、距離ですね、一番距離ですね、うんうん、で、まあね、あとあれ大事です。女の子に言い訳、言い訳用意してあげる、うん、女の子って自分から誘いたがらないじゃないですか、だから終電なくなったとか、うん、なんかこう、まあ、疲れてきたからゆっくりしようやって男性側から誘ったとか、なんか気づいたらお酒いっぱい飲んでて、まあ、そういう流れになっててとか、だからホテル行かへんって聞いて女の子がはいかいいえで答えるような質問っていうのはやめた方がいい、うん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 、行かざるを得ないみたいな状況を作ってあげた方が、そうなんですよ、確かに、うん、の方がいいですね。だから言い訳をちゃんと用意してあげることができるかっていうのは大事です、うんうんうん、あ、それすごいわかるな。ですよね、女性ってちょっとこう素直に、そう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 、で行きたいけど、そう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 、それで行くって言いたくないみたいな、そう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 、ね、軽い女やと思われたくないっていうね、うんうんうん、ありますね、うん、そっか、言い訳、あ、それめっちゃ大事です ね。なんかそれはどんなに自分がビッチだとかやりまんだって言ってる女の子であっても、うん、やっぱり嫌なんですよ。うん、その遊ばれてるとか、うん、その遊び人の一人として扱われるというのは絶対に嫌なので、うんうんうん、なのでちゃんと言い訳を作ってあげて、
ってその子には価値がある、その子だから関係を持ちたいと思ってるっていうテンションは絶対大事です。すごい勉強になりました、本当ですか？これです、ね、みんなあれですね、きっとセックス誘うっていう勇気づけられたと思うの で、ね、ぜひぜひ。わあ、ちょっと今の動画振り返って皆さん頑張って、ね、うん、素敵な女性をセックスに誘ってください、はい、すごい楽しかった。いや、面白かったです。なんかあれですよね、はい、セックスに至るまでとセックスっていうんですよね、うん、そうですね、面白い。ぜひ皆さん組み合わせてみて、ぜひぜひ見ていただいて、はい、楽しかった。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。私も津崎さんのチャンネルの方に、出演させていただいているので、概要欄から津崎さんのチャンネルの方もぜひご覧ください。よろしくお願いします、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。